まあみんなでこうシェアし合うそんな無理に独占して独占することから生まれる満足とかよりもシェアして交流する満足の方がいいよねっていうそういう価値観の方が強いかもしれないですね葉山コレクティブハウス初めてお邪魔しててい,やいつできたんだっけなとかなんで作ったんだっけみたいなとこ改めて聞いてみたくなったんですけど あのコロナになってすぐに、うん、あの元エティックの宮城さんがちょうどご飯、我が家で麹町の我が家で食べてた時に「もうコロナでずっと家の中にいるけれどももうちょっとこう海の見える場所がいいな」と。うん、であんまりこう一人用の家ってあんまりいいところないのでちょっと大きいところで一緒に住むってどうですかみたいな。 話いただいて、うことでまあただまああの宮城さんとだけで住むって言ってもまあちょっとあのそれはそれであの面白みがまだ足りないのでまあせっかくなんであの4部屋5部屋6部屋あるような大きな部屋を借りてたくさんの人が泊まりに来たり滞在したりっていう家にしようと思って結構その 海の見える家で 5LDK 6LDK、うん、K ぐらいのものを探しました、ね、うんうかコロナでもう自分もオフィスの近くにいるとかの必要もないから思い切って<う>こっちに来てでもうほんと宮城さんと一緒に大磯から三浦の橋まで何回も物件見たんだけど、えー、で賃貸が良かったんだけどそんな別にこう<あ>ずっと住むわけでもないので。 賃貸が良かったんだけどなかなか賃貸物件で海の見えって、うん、その場がでかいっていうのがなかなかなくて、うん、まあしょうがないかと思って中古でで買おうかと <laughs>、うん、で中古も探したんだけどほとんどなくてであってもすぐ売り切れてで本当にもう中古で買おうかってかなり踏み切って意思決定したんだけどそれもないので更、うん、に踏み切ってもうしょうがないから建てるかって。 <で>っっってててて言から建たいう <laughs> そういうそいステップだったんです、ね、いやだから上田さんがう所有するみたいなしかも一から建てるとかって何があったんだろうって思ってたんですけどし,しゃあなしというか <laughs> う、ね、<laughs> 他に選択肢がなかったから、うん、はいああ、ね、そうです実際来てみて驚いたんですけどあの上田さんたちのプライベート空間って本当に寝室1個だけじゃないですか。 しかも覗いてみたらクローゼットの中に仕事部屋っていうが <laughs> パソコンが置いてあって Zoom <laughs> でいつも参加してたのはクローゼットからだったんだっていう驚きがあったんですけどあの僕個人としては特に広いスペース全然求めてないのでうん、うん、あのもう狭くて十分だしむしろこうスペースがあるんだったらできるだけ共有した方が あの二拠点居住で使ってる方とかそういった人にいいかなと思ってもう本当全然狭くて大丈夫でこのお割と大きく家建てたのも別に自分が大きいスペースに住みたいとかはなくて人が集まりやすいから、うん、シェアしやすいからっていうそそうでもも田町グリッドもそんな感じじゃない特にに最初田時代に ガイアックス一等がりっすか「すごいっすね」とかって言われながら実際行ってみるとお客さんススペースばっかりみたいな別にこうガイアックス社員が一棟ビルを好きにできるというか気が付いたら周りにお客さんだらけでこうむしろ気が使う局面も増えちゃうみたいなあのまあでも全然みんなでまあお客さんっつってもそこまで気を使う必要もないかなと思っててまあみんなで。 こうシェアし合うそんな無理に独占してで独占することから生まれる満足とかよりもシェアして交流する満足の方がいいよねっていうそういう価値観の方が強いかもしれないですねそれが自宅でも自分がやってる会社のオフィスでも考え方は一緒ですもんねそう全く一緒ですね、うん、でそうハイマンコレクティブハウスって シェアハウスななコレクティブハウスってまだそんなに一般的じゃないと思うんですけどどういう運用をしていてどういう人がどういうふうに利用してるんですか今。シェアハウスっていうのは住む人がいる、うん、一方こうゲストハウスとか旅館っていうのは泊まる人がいるまあこの泊まりに来る人もいるし 住んでいいいいいるるる人ももその間っぱ例えば2拠点居住で、うん、あの時々滞在される宮城さんみたいな人とか他にも契約してそういう人もいればあのアドレスというサービス登録しているのでアドレスを使った宅拠点居住の1箇所としてここに滞在される方もいればあの普通の民泊エア BNB も登録しているのであのそれでいらっしゃる まあ本当に初めましての方もいらっしゃれば、まあ、基本的にはそんな感じなんだけど、まあ、それに加えて、まあ、僕の友人もしくは Facebook の友達の友達ぐらいが遊びに行っていいですかって言われたらまあまあ一旦あのとりあえずは無料で泊まっていただいていいですよって言ってそういう方も来られるし地元の方もすごく遊びに来られるし、まあ、より地元の方に来てもらおうと思って。 今度はあのグッドストックという近くのレストランと一緒にイベント開催してみんな知ってる人がグッドストックの食材でホームパーティーをやるとこんな感じみたいなショールーム的にここを使うのでそういう方がいらっしゃったりあとはあのよりこのリビングルームっていうのを開放していきたいんで今考えてるのはまあ言って普通の家なので。 あの喫茶店ビジネスをやっぱりやった方がいいのかなとカフェビジネスを、うん、で玄関のとこにコーヒー一杯200円とかって出す方が多分入ってきやすいと思うので,、うん、であの飲食業法引っかかってしまうので、うん、あのコーヒーはセルフでカプセル型のやつを自分でボタンを押して、うん、そういうことをしてあのオープンにたくさんの人に来てもらいたいなと思う 今その地域の人にもふらっと来れるようにしたいみたいな話あったと思うんですけど自宅を仲のいい人とか自分がすごいつながりたい人に向けて公開するっていうだけじゃなくて本当に誰に対してでもシェアしようとしてるのかなって思ったんですけどなんでそんなにこうオフィスも家も全部シェアしたいっていう発想が生まれるんですかあのせっかく 物があるのにこう使ってないってすごいもったいないしすごく体だしなって、まあ、要は効率的にしたいっていうことなんだけど例えばこの早山もすごい夕日が綺麗な日があってめちゃくちゃ夕日が綺麗なのに部屋空いているとなんてもったいないんだろうみたいなだったらみんな泊まればいいのにって思うっていうのがすごいもったいないなみたいなのが それとか正直ご飯をこう一人で食べることなんていうのはほぼなくてまあ1か月のうち家でご飯食べるうちの9割とか9割五分は45人でご飯食べててご飯も45人前用意してるんだけどもう45人前用意するぐらいだったらいやまだやってないんですけどまあいっそのことなんか。 近所の人が見るソーシャルメディアとかツイッターとかインスタでつぶやいて「今日の献立はこれ」みたいなあの「一緒に来られる方はどうぞ」って、まあ、45人も10人も変わんないんでやろうかななんてて思ってますで実際今度もあの近所のお友達がいらっしゃるんですけど、まあ、そういう話したら「あ行きます行きます」でもう僕らも1品持っていくんであの用意するの1品だけにしといてくださいっていうふうになるんで。あの つその5品ずつ作るぐらいだったら1品作って5品ここ持ってきて食べた方が効率的だしあのそういうふうに自分の世界だけを見ると人にシェアするって非効率に思えるかもしれないけどちょっと視点を上げて全体を見渡して考えるとシェアした方がすごい効率的かなって思います。 そうう家とかオフィスをシェアしようとことんシェアしようっていうのはどういう考えに基づいてるのかっていうところをせっかく物とか空間があるのに全部を使わないっていうのはもったいない効率的に考えたら全部シェアした方がいいなと思ってるからです。 実際、葉山とかでもこんな夕日がったりくてこんなところで過ごしたり仕事したりできるのに空いてる部屋があったり空いてるスペースとかあったらこれもったいないなと思うしご飯作るのも、まあ、自分だけで作ったものを自分だけで食べるより、まあ、実際あの毎日45人と食べてるんですけど、まあ、だったら近所の人に配信して近所の人もそのご飯を食べに行きなんだったらその近所の人も自分が1品持ってきて。 っていう方が効率的です自分一人だけで考えると独占した方が効率的かなって思われる方も多いと思うんですけどちょっと目線を上げて全体を見ると実はシェアした方が全体で見て効率的だなっていうふうに思っています。